ペンギンはよく知られている、飛べない鳥の一例である、飛べない鳥とは、飛翔能力が欠如しており、その代替手段として、走行や、水泳の能力に頼るように進化した鳥類である。現在では、およそ40種存在している。有名なものに、ダチョウ、エミュー、ヒクイドリ、レア、キーウィ及びペンギン等が含まれる。鳥類は、恐竜類を祖先として、 飛翔能力に特化した方向で進化したものである。ところが何らかの要因により飛ぶことを放棄した種が一部に出現した。これが飛べない鳥である。飛べない鳥は競技には、鳥類としての基本的骨格を保ちながらも、翼等の飛翔にまつわる気候そのものを退化させ、飛翔能力を失う方向へと二次的に進化したものを指す。なお、 課金化による体重の増加といった人為的要因で、飛ぶことへの動機や飛ぶ、能力自体が低下したものは、こうした二次的な進化をしていない。飛べる鳥と飛べない鳥とを隔てる鍵となる違いは二つあり、飛べない鳥の翼の骨が飛べる鳥と比較してより、小さい点と胸骨の竜骨突起がないか、もしくは大幅に退化している点である。 遊骨突起は筋肉を支えるものであり、翼の動きに必要である。なお、飛べない鳥は、飛べる鳥よりもむしろ多くの羽毛を持つ。分類群との関わりで見ると、ペンギン梅のものは、すべてが飛べない。早朝類も大半は、飛ぶことはできない。他方、飛べる鳥の群でありながら、一部のものが飛べないという、分類群の例もあり、その多くは当初に分布するものである。 このことは、当初においては、飛ぶことには、生物学的なコストが優位に大きいということを意味している。飛べない鳥のすべてのヒナは、創生性である。とりわけ、ニュージーランドには、どの国よりも多くの飛べない鳥、すなわちモア、キーウィ、フクロウオウム、タカヘ、ニュージーランドクイナなど、が生息している。その理由は、一つには、 およそ1000年前に人類が到着するまで、ニュージーランドの陸上には、コウモリ類以外の哺乳類が全く存在せず、陸生動物のニッチが空席のまま残されていたことが挙げられる。また、同じ理由から捕食者たる大型哺乳類も存在せず、飛べない鳥たちの主な捕食者はより大型の鳥類であった。最も小さな飛べない鳥は、 豆黒ク,クイナの体長12.5センチメートル、体重34.7グラムである。最大の飛べない鳥は、原村の種では、ダチョウの2.7メートル、156キログラムであるが、ゼメツ種においては、より大きく育つものがいくつかあった。飛べない鳥はカゴに入れる必要がないため飼育下での、世話が容易である。ダチョウは、かつては、羽が、装飾的なことから飼育された。 現代においてダチョウが飼育されるのは、肉のため、及び皮膚を加工して皮を利用するためである。これら以外にも、他の飛べない鳥の種類も知られている。例えばすでに絶滅した恐れ鳥類は、極めてパワフルな地上の捕食者にまで進化した、ものであった。以下は、関心よい後の飛べない鳥の一覧である。ダチョウ EN。 チェンダイツ・ガラパゴス・コバネウ・ニュージーランド・クイナ・タカヘ、大海ガラス・ド々ド・イエヌ・オーナ・メガロニックス。ありがとうございます。